こんにちは、藤井元気です。えー、この度、トランプの真実、えー、という本を翻訳して、えー、出版することになりました、えー。私が全体の監修をやらせていただきました。えー、元の本がこれなんですね。これ,これです、えー。インサイドトランプスホワイトハウスとトランプ、まあそのまま直訳すればトランプホワイトハウスの内幕とでも題すべき本です。 で、特にこの中で、まあ、出だしのところで面白いのはですね、キム・ジョン,ウンの話なんですね、えー。北朝鮮のキム・ジョン,ウン独裁者、えー。ここのところ、ますます窮地に追い込まれているようですね。えー、そして、珍しくキム・ジョン,ウンがですね、本当に、えー、国民のですね、底辺の暮らしを考えてなかった。反省してるなんてことを珍しく言い始めましてですね、えー、相当国情は厳しいんじゃないかなと、ますます厳しいのではないかなと。 というふうに思います。えー、そこでですね、あの、キム・ジョンウンとトランプって手紙を何回か、まあ、新書をやり取りしています。直接ですね。で、その手紙をですね、この著者のダッグ・ウィードさんは見せてもらってるんです。トランプさんに、トランプ大統領にインタビューに行った時にですね、コピーは渡せないけども、えー、ダッグ・ウィードさん、これ、読んでいいから、この場で読んで返してくれと。 言ってですね、何、え、通、ー、かのこの手紙を見せられたというんで、まあそのについて、一時行く、こういうことが書いてありましたと、ダック・ウィンドウさんはもちろん書いてないんですいてな。書いてないんですけど、ニュアンスは伝わってきまして、何を言ってるかというとですね、えー、一面、そのお、トランプに、えー、こう、頼りたいという気持ちがですね、かなり出た手紙だったようです。で、 一面ですね、彼は、あの、金正恩がどういうジレンマにあるのかというとですね、もう親の代からはですね、自分の親のからはですね、えー、とにかくせっかく開発したこの核兵器だと。まあ核爆発装置持っていると。で、これを絶対手放すなと。これが命の保証なんだと。そういう考え方なんですね。 これはソ連邦が崩壊し、東ヨーロッパの共産国が次々にバタバタと倒れていって、共産党政権、共産党独裁政権っていうのは倒れちゃった。え、それをですね、北朝鮮なんかは非常によく研究して、あれなんでやられたんだと。え、やっぱりその民主化運動っていうのは一番の敵なんですけれども、と同時にですね、やっぱ核兵器は最もっともん勝ちだと。核兵器持ってしまったらですね、内乱とか引き起こしたり簡単にですね、 えー、このアメリカによっても戦争に追い込まれることはないと。だからとにかく、自由化、民主化っていうのは一切やっちゃいけない。まあこれは中華人民共和国の方も同じ教訓を学んだようですね、えー。絶対に民主化っていうのはダメだと。ちょっとずつこの報道の自由とか言論の自由を許していこうという動きも、まあ、うんチャイナの中にもあったんですけど、まあそういった分子は中国共産党の中でも全部排除した。 ということですね。えぇ、ー、徴とかですね、雇用法というような人たち、えー、天安門事件の学生運動に同情的なようなリーダーは全部、えー、これは粛清されました。失脚しました。えー、そして、まあ北朝鮮も同様なんですけれども、とにかく、あとは、核兵器を開発して、絶対に手放すなと。これを持っていれば、アメリカにやられることはないと。まあそういう教訓を学んだようなんですね。で、金正恩はそれが、親からもですね、教えられている。 うん、金正日ですね。えー、正長いるから、お父さんからそう教わってるわけです。で、一方でしかしですね、国際情勢的に言うと、もう日中もさっちもいかなくなってると。もう国内の経済は、ボロボロで、とにかく強権体制でですね、国民を飢えさせてもいいと。それでも絶対に権力を手放さないっていう方針でやってきたけれども、さすがにですね、行き詰まりつつある。そして、まあ自分のところの親分として頼ってきたですね、 中国共産党。これがですね、実はもう自分たちを助けてくれなくなりつつあると。ということは、米中の派遣争い、米中対決でですね、チャイナの経済がアメリカによって非常に大きく追い込まれている。そこにですね、武漢コロナウイルスの問題も起きてしまったと。いうことで、チャイナの方にもですね、北朝鮮をもう助けるだけのですね、まあ、余裕がない。そして、北朝鮮もですね、 同じ共産党体制と言いながら、別に、チャイナの言うことを100%そのままですね、衛生国として、古文として聞いている国ではないわけですね。それを言うことを時にはですね、中国共産党、習近平の言うことを通りにしないと、逆らうというのが北朝鮮。まあ、その前の世代からそうなんですけれども、問題児ではある。 しかし、アメリカと対抗するときに、北朝鮮を手放さないで自分の古文の国家として抱き込んでた方が得であるという、まあ、対局の判断で、ここまで来てるということです。だから、ロシアも信じられないし、それから一番頼りにしていた、チャイナ、中国共産党の方も100%信じられない。 その時にトランプが言ってるのはですね、とにかく核兵器放棄しなさいと。核兵器放棄しなければえ、まあ今の金ファミリーが生き延びる。そういう体制を保障すると。そして経済的にもオタクの国良くなるんだよと。そういう道が開けてんだと。さあどっちにしますと言ってトランプは圧力をかけてる。で、トランプは2回会った後ですね。それで手紙も交換した後、今までの大統領と違って甘い顔一切見せてません。 で、え、君が国をその変える方針を変えるならば、そして核兵器を放棄するならば、明るい未来が開けてるんだと。このままだとどん詰まりですよと言って、え、それ以上助けてはくれないわけです。しかし、その中で、金正恩は非常に気持ちが揺れ動いていると。まあ、トランプというものも、人も親分肌の人ですから、え、いわばトランプにですね、え、父親像を求めてですね、頼りたいと。 そういう気持ちがですね、かなり誠実に滲み出たような手紙であったようです。トランプ政権がスタートしたときに、これはすぐ北朝鮮と戦争を始めるんじゃないかなって言ってる人もいましたけども、私はそうじゃないというふうに申し上げて実際その通りになっていると思います。というのはですね、北朝鮮問題ってのはちっちゃな問題なんですね。それに対して、チャイナの問題がより大きな問題なんです。 ですから、ちっちゃな問題にかかず、あの、これを問題を優先的に解決しようと思うと、これ、じゃあチャイナと仲良くしてチャイナにも圧力かけてもらおうという、オバマ政権からその前からやっていた間違いにですね、また陥ってしまう。それに対して、大きな問題、チャイナの問題を片付ければ、北朝鮮問題はおのずと片付いてくる問題である。ですから、あの、トランプも大統領になる前から、 IS の問題、イスラム国のテロリストの問題を片付けた後はチャイナだと言っていたんですね。えー、ですから、北朝鮮にかかずらわってるですね、えー、時間はないと。そんな小さな問題に集中している時間はない。ただ、えー、危険な存在ではあるのであってですね、えー、いわば爆弾の新刊を外しておくようなですね、ことでいつでも道は開けてるんだよということを、金正ジに伝えておきたい。まあそういう態度だったと思います。 私もそのように予測して実際そのようになりました。で、今、キム・ジョンはですね、非常に気持ちが揺れ動いているところであるというふうに私は思います。まあそこまでですね、キム・ジョンの手紙まで見せてもらったということは、このダッグ・ウィードさんに対するですね、トランプの信頼が非常に厚かったということではないかと思います。非常に面白いですね、ファミリーのインサイドストーリー、そしてホワイトハウスの 内幕がわかる本です。